それでは時間になりましたので、小堀さんよ、はい、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、誰かの進捗をうまく把握できないときのフレーズ集というテーマで発表させていただきます。小堀明と申します。えっ、ー、と、30分以上の,あの登壇が初めてでして、ちょっと、ちょっとどころじゃないですね。あの結構緊張してます。はいあのぜひ あのちょっと盛り上がってる感が出るとあの、この緊張も解けるかなと思うので、ぜひたくさんコメントいただけますとあの嬉しいです。まずあの気軽にね、例えば今進捗が把握できないとかで書いてるので、あのやっぱあの進捗把握できてるよとか、あのできてないよとか、なんかそんな感じで気軽に最初コメントいただければと思います。はい、ちょっと軽く最初に自己紹介をさせてください。えっ、ー、と、ちょっとアジャイル4原則を真似てみて、あの見たんですけど、あの 2015年からの IT 業界に入りまして、今、えっと、7、8年ぐらいキャリアをやっているところです。はい。で、あとは、子供生まれて、あの1年首を取ったっていうところが、ちょっと個人的なあの特徴かなと思っています。で、この後紹介するんですが、いろいろ頑張ってちょっと聞いた記事とかも書いていますので、もし、のこの発表を聞いてもらって、なんか興味持てばあの、その他の記事とかも読んでもらえたら嬉しいなと思っております。はい。 えっとアクスタがと今今持ってくれています。はい。今日の発表に元に元になった記事なんですが、まああのあのえっ、ー、と全く同名の記事をあの昨年に書きましてでえっ、ー、とこれ聞いたで投稿したところあの最初は本当に個人のポエムとして書いたんですけどあの確か九万ぐらいあの閲覧があってあのえー、えー、と聞いただとえっ、ー、と千二百いいね。 ハテブだと1500ほどのブックマークがついて、まあ、それなりにあの興味を持たれるようなテーマだったんだなっていうのは、書いた後あのきに気がついて結構びっくりしたというあの思い出があります。で、あのこれくらい読まれるとあの結構いろんな意見ももらうかなと思ってたんですけど、あのあのまあ、みんなそれぞれあのこう賛成の意見だったりとか、悩む意見だったりとかっていうのもあって結構楽しかったので、ぜひよろしければあのこのブログの記事とあと、 えっと、派手部のコメントとかですね、とかも読んでみてもらえると、とても面白いかと思っております。はい。まあ、そんな感じで、あの、え個人的には、あの技術、とても大好きなんですけど、こういったブログとか登壇に関しては、あの技術、技術ではない、あのエンジニア、エンジニアリング以外のことを、ちょっといろいろ書いているというところです。ぜひ、他の資料も、あの他の記事も読んでいただければと思います。はい。それでは、あと、今日の目次に入ります。 目次はですね、まずこんな感じでやろうと思います。まず、まあ、最初にちょっと簡単な話をしまして、で、そこから、えっ、ー、と、計画づくりと進捗っていう、その2つの言葉をテーマに、あの、い,いろいろと喋っていこうと思います。まず最初に、計画づくりと進捗っていう言葉について、えっ、ーと,えー、と、私が、発表者であれば、私がどうやって、どういうふうに考えているかっていうことをちょっと、あの、話させてもらおうかと思います。これが結構、少し、あの、前半部分の、まあ、メインテーマになりますので、ちょっとお時間かかりますが、 えとお聞きいただければと思います。はい、で次に、進捗の重要さは分かったと。分かったんだけど、それって意外と把握するの大変だよねっていうところと、じゃあその大変なところをどうやってうまく把握しようかっていうところを次話してまい、えー、りますで。後半ではあの進捗をじゃあ把握するためにどういうことをしようかどういう、どういうフレーズを用いるのが良いだろうかっていうことを。 え考えまして、最後、もしよろしければ、ぜひ皆さんも、そういえば振り返るとこんな風になんかあの相手にこう投げかけてたなとか、あるいはこのセッションを聞きながら、こういうふうに今度聞いてみようかな、あの明日から、あさってからか、明後日からこういうふうに聞いてみようかなって思ったみたいなことをあの書いていただけると、とってもあの嬉しいなというふうに思っております。はい こんな感じですね。というわけで、じゃあ、早速、ちょっと内容に入ってまいりたいと思います。えー、さてですねあの、ある日の開発チームにてということで、ちょっと今、皆さんが普段あの実際にやっている業務をちょっと思い浮かべてほしいんですが、まあ、シンプルに、なんだ、あの朝8時ぐらいに起きますね。で、起きて、まあ、支度をして、でまあ、出社するなり、まあ、オンラインなりで、 あのその日の業務に合、まあ、会するとしますと。で、大抵の場合ですと、あの、おそらくあの、朝会って呼ばれるものとか、あるいはデイリースクラムっていうような呼び方をして、あの、そのチームで、チーム数名で集まって、お互いの、まあ、状況確認っていうのを、えっと、しているかと思います。この時えっ、ー、と、皆さんはどんなふうに、あの、報告をしたりしているでしょうか。もし、あの、よろしければ、あの、 なんか、こんなこと、こんなふうにいつも回答してるなとか、あ,のあるいは、うん、他のメンバーって、こういうふうにいつも言ってたなとか、なんかあれば、ぜひあの、書いていた,だいただければと思います。あの、私の会社だったり、あるいは前週あの、これまでの経験だと、まあ、一般的には、あの、こう昨日、これこれをやったよ、みたいな。で、えっ、ー、と、今日はこれをやるよっていうこと。で、プラスアルファで、あの今、 ここに迷っててとか、ここ悩んでてっていうようなことをあのまず話すことがまあ一般的かなというふうに思います。仮にもし出入りをやってない場合は、まあ、あの時折あの誰かに状況を確認されていくことは必ずあると思うので、その状況を確認されたときにあのどんなことを答えるかみたいなのを考えてみてもいいかもしれません。はい。で もう一つだけあの質問をさせてください。今度はですね、同じような状況なんですけど、あの全く同じ状況で、今度はあなたが聞く側だとしましょう。この時にあに、どんなふうに報告してほしいか、どんなふうに情報共有をしてほしいかというところをちょっと考えてみたいなと思います。まあ、仮に、まあ、そのプロダクトやプロジェクトの、まあ、マネージャーであったりとか、まあ、その方針を決めるとか、 何かこう、スケジュールに、こう、ある程度、こう、責任を持っていたりとか、する場合ですね。そういう時きに、各メンバーから、まあ、いろんなやったこととか、あのー、なんだ、こういう、まあ、こういう状況ですとかってのを教えてもらうと思うんですけど、その時に、えっと、どういう話だったら嬉しいか。もちろん、あの、なんだ、あの、完成したら最高なんですけど、そうではなくて、あの、こういう状況ですっていうことを教えてもらったときに、あのー、 どう,わどう言われたら嬉しいかっていうところですね。例えば、まあ、あの一般的にまあ受ける報告としては、なんか、あの決済機能の開発をこう続けてますとか、まあ、あるいはあの不具合の回収がだいたい終わりましたとか、まあ、そういったようなことはよくあの報告されるんじゃないかなと思います。あのできれば、この後もあのこの質問にとも立ち返っていくと思うので、あの自分だったらどう 言うかなとか、あるいはどう言われたら嬉しいだろうかみたいなことをちょっと考えながら、あの、聞いてみてもらえると嬉しいです。はい。それでは、えと、ーえー、今度はじゃあ、計画づくりと進捗という今回の発表のちょっとテーマのに移らせてもらいます。まず、計画づくりという言葉からちょっと考えてみましょう。はい。まず、アジャイルにおいて計画づくりとは何かというものです。 ちょっと引用を読んでみたいんですが、えー、見積もりと計画作りは期日やスケジュールを決定するためだけのものではない。計画作りとは価値の探求なのだ。えー、答えをゴールへと少しずつ近づけていくこと。そしてそれを繰り返すこと。これが、まあ、インクリメンタルイテレイティブで。例えばあるプロジェクトで最初のスケジュールでは一連の機能セットのリリース日を8月31日に設定していたとする。 しかし、7月に入った時点になって少し機能を増やして、その分だけリリースを遅らせる判断を下すかもしれない。あるいは少し機能を削ってでも早めにリリースすることに決めるかもしれない。これ、あの、この本結構好きな本なんですけど、なんかいつもこの部分を読むと、いや、そうだよなって思うところでちょっとピックアップしました。あの、自分なりに噛み砕くとどういうものかというと、計画作りっていうのは、まあ、すれば、あの計画はできるんですけど、あの計画をする 計画が出来上がるっていうだけじゃなくて、計画作りによってあの品質やコストや納期、いわゆる QCD の話ですね、えー、だったり、まあ、あるいはスコープですね、そのこれをやるやらないっていうところの調整ができるんだよと、計画作りを続ければ、その品質の調整もやり続けられるし、コストの調整も続けられるし、納期の調整も続けられるし、まあ、当然、スコープの調整も続けられるっていうところが一つポイントなんだなって思っています。で 故にあの、計画を1回作って終わりではなくて、あくまであの計,画作りの、えー、計画作り自体があの重要であるとあのいうことを、あのこの本では、えー、書かれています。あの計画を立てれば OK だという考えだと、あの少し、えー、っと誤解をしてしまって、あくまでその計画を1回作ったら、その後もずっと作り続けるんだというところが。 あの重要だということですね。同じようにちょっともう一つ、計画づくりにおいて、じゃあ、良い計画づくりは何かというところです。どういうふうに計画を作っていけばいいかというと、あの良い計画づくりとは、以下の特徴のあったプロセスのことだ。いずれもソフトウェア開発の問いに対する答えを見つける手助けとなるというところで、えー、と5つ書かれています。1つがリスクの軽減。2つ目が不確実性の軽減、減らす。 3つ目が意思決定の支援。4つ目が信頼の確立。5つ目が情報の伝達。つまり、良い計画作りを続けていれば、あのよく会話の中で出てくる不確実性とかリスクがあるよねっていったところの、そういったコントロールもできるようになっているはずだよねということを、あのこ,のこの本ではあの取り上げています。あの最初にさ先ほど言った通りの,あの、計画を1回作るだけだと、 その作ったと時のリスクや不確実性は分かっているんだけれども、まあ、いざやってみないと分からないものってのはたくさんありますと。なので、えっと、たくさんやって、やるたんびに計画作りをその,その都度その都度行って、計画作りをあの何度も続けながら、えっと、たくさん続けば続けるほどリスクは、えっと、軽減する。 リスクを減らしてあげる、まあ、あるいは新しいリスクを見つけて、そのリスクもちゃんと抱え込んであげる。不確実性も減っていくし、新しい不確実性が見つか,見つかれば、その見つかったものをちゃんとあのコントロール範囲に収めるようにするとか、あるいは進めるところであの意思決定ですね。あのじゃあこうしよう、行使をああしようとか、まあ、スコープを、えー、と狭めようとか、そういったこととかもこう考えられるというところです。この5つ、どれも大事だと思うんですが、この今回のプレゼンでは特にあの上3つの あのリスクと不確実性と意思決定のところをちょっとポイントに、えー、と話していこうと思います。ここまでが計画づくりになります。次にあの、じゃあその進捗っていうちょっと言葉を今テ,テーマにしているんですが、この進捗がじゃあ計画づくりにどう関連しているかということをちょっと押さえていこうと思います。進捗っていう言葉を、えーと は,はよく使うんですが、実際に何か意味を調べたことがなかったので、ちょっと調べてみましたと。でそうするとあの、まあ、この辞書とかだと、まあ、なんかど,うどううまく進んでいるかみたいな言葉を、というところで説明されているんですけど、まあ、ちょっとそれだと自分の気持ちが乗らな,乗らなかったので、ちょっと自分なりに今回再定義をしてみました。でここが結構個人,な個人的には大事かなと思っていまして。 あの進捗というのを、えー、とちゃんと語ってみると、それは、えー、ある地点からある地点までの間の差分、ある時点からある時点までの間の差分だというふうに捉えています。あのちょうど今日あは基調講演であの、えー、話されてましたがあのこう、from から to のイメージだなというふうにあの思っています。個人的にはあのざっくり状況が変わったとっいうところがポイントかなって思っていて、例えば、あの 自分がよく例に挙げるのは、のこう乗り物に乗った例なんですけどあの、今、例えば池袋にいますと。で、池袋から、えー、と渋谷に向かいたいっていう時に、えーと、ちょっと前までは池袋にいました。でも今、電車に乗って、今、新宿までたどり着きましたっていうことが、新宿だと思ってます。池袋にさっきまでいたんだけど、今は新宿にいるっていう、そこの えー、池袋と新宿っていうこの場所ですねの差分がいわゆる進捗にあたるだと思っていますで進捗のもう一つの特徴としてはあのもちろんポジティブな方があの嬉しいしその方が一般的だと思うんですけどあの私の中ではこの,こ,のこのネガティブなものも別に進捗の範囲かなっていうふうに感じています えとつまり、池袋から渋谷に行こうとしたんだけど、電車を間違えましたと、間違えて反対に乗ってしまって、今、巣鴨にいますというのも、これも、まあ、あのネガティブですが、あの進捗の一つだと思います。つまり、状況が変わったということですね。池袋から巣鴨に変わったとっいうところが大事だと思っています。で、あのこのように状況が変わったとっいうところにピン止めをしているので、えー、と言い換えと少し、えっ、ー、と、 区別するところとしては、ええー、とタ,スクがタスクが完了したというところは、えー、とちょっと別問題っというふうに捉えています。実際にちょっとその例を見てみたいと思います。例えば、じゃあ進捗であるものと進捗でないものをちょっと分流してみましょうと。で左がであるもの、右が出ないものですね。例えば、まあ、 リリースをしたとかテストが完了したっていうのはあの進捗かなっていうふうに考えられそうです。これ、なんで進捗だって言えるんだろうってあの考えると、まあ、一つは最初、さっき言ったようなその〇〇が終わってないっていう状況から終わったっていう状態になったっていうのもあると思うんですけど、あのそのふうに状況が変わった、何か自分がいる、自分が今いる現在地が変わったってことは、あの次は〇〇をするっていうような。 ことが浮かんでいるはずであのその、そういうものがイメージできるできるってことは、あの結構明確に進捗が出たあの。先週まではこれこれはまだできないというか、始められないって思っていたけど、あの今日時点ではもう次、これに着手できそうとかっていうことはあの、しっかり進捗だろうというふうに捉えられますと。同様に、えー、とレビューで修正すべき点が明らかになったとか、まあ、メーティングによって、まあ、次の機能、 あの計画が決まったとかっていうのも、それまではこうだったんだけど、今はこうなりましたっていう、実際の変化が起きていて、変化が起きたってことは、おそらく次、こういうことができる、こういうことを始めようっていうようなものがあの浮かんでいるものだと思います。一方で、進捗でないものの、よくある例としては、1時間のミーティングをしましたとかっていうのは、これは進捗には入らないというふうに考えています。もちろん、トゥードゥーリストとかカレンダーの中には、この予定っていうのは 入入っっててていいいたかと思いますで入っていてその予定をしっかりこなし、ましたしかしたかその1時間のミーティングをした結果、何か変化が起きたのかとか、つまり何か状況が変わったのかっていうところを考えると、この文章だけからはうまく読み取れないっていうのが一つポイントかなと思います。時々あの、まあ、1時間ミーティングをしたんだけど、なんか何のミーティングだったか分かんなかったみたいな。 というふうに感じるときも時々あるかと思うんですけど、こういうときはあのいわゆる進捗の出なかったミーティングだったとっいうふうに表現できるかなというふうに思っています。同様にあの実装が進んだとか、あのいろいろ,いろんなタスクを潰しましたみたいな、そういったものもあの実装が進んだり、いろいろやったことはめちゃくちゃ嬉しいしあの、とってもハッピーなんですけれど、実際進んだり、いろいろやったことで何かが変わったのかというところが。 1あの一つポイントなのかなというふうに思っています。例えば、あの実装が進んだではなくて、うん、とこ,これこれの機能の、まあ、開発が終わったとか、だとまだあの進捗にだんだん近づいていくのかなというふうに思っています。ま,あ、まとめると、あの下に書いたようなあの進捗のない官僚も存在するんだというところが1つポイントかなというふうに思っています。はい ここまで、えー、と進捗と,、えー、と計画づくりと進捗について語ってきました。もうちょっつだけ話をさせてください。じゃあ、このなんで進捗が重要なのかというところであの、この進捗と計画づくりというところをちょっと結びつけようと思います。進捗が重要なのはあの計画づくりのためですというふうに考えています。どういうことかというと、進捗が 進捗が出るということは、状況が変わります。状況が変わるということは、それまで持っていた計画を見直す必要が出てきます。この順番で、えーとえーとえー、と計画作りというのは、その状況状況に応じて、どん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 作り直していく。ということは、状況が変わ,変わる必要がある。状況が変わったことを自分たちが認識する必要がある。この状況が変わったとっいうのが、いわゆるその進捗だと思っています。つまり あの進捗を出す、進,進捗を出して、その進捗をちゃんと認識することによって、状況が変わったことがわかる。状況が変わったんであれば、じゃあ、もともとの計画立てた、立てていた計画通りで良いんだろうか、それとも計画を、えー、と作り変えないといけないのかというところの見直しができるということです。例えば、先ほど池袋から渋谷に行くって話をしましたが、池袋から新宿にたどり着きましたというところがわかれば、じゃあ、 あと、新宿から渋谷に着くのは、じゃあこれぐらいだよねっていうのがわかる。つまり計画をあの見直して、よりまあ角度の高い計画を作ることができます。逆に、ネガティブな進捗、さっきのまあスガモに行っちゃいましたみたいなことがあったときに、じゃあ、スガモに行ってしまったんだったら、そこから渋谷に着くのは次どれくらいなんだろう。あ,あるいは、えー、その時間も変わるし、えっ、ー、と、こ,この乗りに、乗りミス、乗り間違えて、 本当に再,現再発しなないいのかみたいなねあの逆方向に乗っちゃう人が本当に次は完璧に来れるのかっていうとまあそれも分かんないなっつってそういったじゃあリスクとか不確実性というのもちょっと抱え込みながら計画を見直すことになるかと思います。あのこの、えー、とセッションでは以降は触れないんですがもう一つ進捗の重要な点として、えー、とモチベーションっていうのもあの挙げられな ちょっとだけあの脱線して取り上げさせてください。新曲というのはあの、自己効力感やモチベーションを高めるというふうに言われています。これはあの私もあの自分でとっても実感するところでして、新曲が出た、つまり、なんか昨日はこうだったけど、今日仕事してこうなったなっていうのが分かると、結構の、今日やってやっ,ちゃったなみたいな、ね、<laughs> あの気持ちになるわけですね。でなので、これはあのとても重要な要素だと思っています。 あの時々あの、えー、まだ若手のエンジニアとかであの一生懸命頑張ってるんだけどそのいわゆる頑張ったことと,、えー、と自分が出した進捗をうまく結びつけられてないメンバーっていうのは時々いますなのでそういう時に今日一生懸命頑張ったねっていうだけじゃなくて今日頑張ったからき昨日こうだった状況が今ってこうなったよっていうようなことを伝えてあげたりするとあのそ,のそのメンバーの あのなんか今日,や今日やったんだなっていう気持ちも高まるので、あのおすすめです。あのこのところであの、いわゆる、えー、と自分が進捗を出すってところも大事だし、あと、まあ、進捗を見つけることができる、あの今,日言う今日これからしゃべります、その進捗を把握することが上手にできると、あのじ自身のモチベーションもそうですし、あの周りのモチベーションもあの高められることができるかなっていううに思っています。ざっくりここまでのまとめになります。 えっと、計画づくりを続けるには、まあ、進捗を出すことが重要である。計画を把握すれば計画づくりも続けられる。その進捗というのは差分である。ただ、進捗のない官僚というのが存在するから、官僚と進捗をイコールするのはやめましょう。ってことですね。あ、もし、えっ、ー、と、残り2つもちょっと書いちゃって書いてました。後でちょっと直します。 というわけで、あの進捗と計画づくりのところをちょっと一生懸命喋ってきました。後半では進捗を把握する難しさから、えーと、じゃあどうやって把握していけばいいかと、実践的なちょっとフレーズのところをちょっとあの話していければなというふうに思っています。ちょっと一回だけお水を飲ませてください。VTuber のね、あのせ、 知らない人も全然いっぱいいると思うんですけど、あの、千葉クロノさんという VTuber の人が、あの、ちょっとお水飲むねって言ってて、一回言うもやってみたいなと思いながら、今、<laughs> そんなの思い出してました。よいしょ。はい。それでは、次に進捗を把握する難しさというところから話を続けていきたいと思います。あの、今言ったように、まあ、進捗をだ、進捗というのは、あの、完了ではないので、意外とあの、 言語化するのがちょっと難しいもんだっていうふうに思っています。つまり、タスクリストを書いてタスクを,タスクをピッピってあの横線を引いていったものが進捗だっていうわけじゃないってことですね。で、自分の進捗をちゃんとしっかりこう明記する、うん、明示するのも難しいってことは、まあ当然だけど、あの人の進捗なんてじゃあもう、なんだろうもっと難しいでしょうっていうふうなあの感覚でいます。ちょっと再確認なんですが、まあ、 改めて進捗であるものと進捗でないものの分類。もう一つ、えっと、まあ、良い計画作りっていうのはこういったもんだよっていうのをやりました。実際に、じゃあ今度、よく例をちょっと見ていこうと思います。改めて、あの進捗ではなかったりとか、まあ、ないしは進捗でないから、計画づくりにあんまり関連してこないみたいなあの情報共有というのはあのよくあるかと思います。例えば、まあ、 あのなんとかの機能の実装を続けてます。あの昨日をやっていて、今日も引き続き頑張りますみたいなとか、あるいは、あの昨日はあのどこそこ,あのこれ、これこれのメンバーとあのこういうテーマでミーティングをしました。で、今日はあはこっちのメンバーとこういうミーティングしますみたいなことですね。で、あるいは、あの、まあ、昨日はいろんなハスクがあったので、片付けましたっていうので、きょもまだまだいっぱい残ってるので、どんどん片付けていきますとか。 あるいは、あの順調だからだと思うんですけど、まあ、特に報告すべきものはありませんみたいな、あの、なんだ、あの、なんですかね、えー、えー、と、あの、なんか嫌で言ってるわけじゃなくて、あの本当に、あの、なんだ、こう、万事会長なんですみたいなね、そういう意味イメージで多分言ってると思うんですけど、まあ、そんなことがあるかと思います。で、これらって、えー、っと、決してその中で怠けているわけじゃまずないってことが重要かと思います。 なんなら一生懸命仕事をしているあの分類だと思います。で、ここで、えっと、なのであのそれ、えっと、作業自体、業務自体は全く問題がないんですが、改めてこの情報が計画,計画作りに、えっと、あの活用できるものかというところを考えてみたいなと思っています。その観点でいくと、これらの情報っていうのは、なかなか活用するのが難しいものじゃないかというふうに考えています。例えば、なんとかの機能つの実装を続けます。 っていうことを言われて、じゃあこのリスクとか不確実性っていうところは何か増減があったんでしょうかと、あるいはミーティングを昨日やって、今日はこれからミーティングしますっていう情報を共有されたときに、えー、とそこから何か意思決定というのはできそうでしょうかという感じで、あの進捗のわからないあの情報っていうのはもらっても、実は計画の見直しにはあんまり結びつかないものが多いんじゃないかというふうに感じています。 でただでも、もちろん何んかやってはいて進んではいるので、その進んだことの進んでるから、まあいっかっつってどんどん進めていくと、あの最終的に後半,後半になって、なんか実はこうでしたみたいなのが、1個、2個、3個、芋ズル式に4号みたいな出てきて、あの計画の大きな見直しがあの急に発生する、一発目に作った計画のまんまいってしまって、どっかで一気に大きく見直さないといけないっていことが。 できてくるだろう、できてきてしまうっていうふうなあのよく感じています。まあ、改めてまとめると、スライドの通り、あり、進捗の把握しづらい情報共有というのは、あの良い計画づくりを難しくしてしまうということだと思っています。では、じゃあ、どのようにして、そのいった先ほどのような進捗をまあ上手にこう把握していきましょうかというところになります。 どんな情報を引き出したいかっていうところをちょっともう一回考え直したいんですが、まあ、進捗を把握するためには、えっと、差分が分かりたいと、つまり言い方を変えれば、あのこれまではどこにいて、で、今はどこにいるんだろうっていう、さっきは池袋で、今は進捗ですっていう、まずここをしっかり把握してあげたいなというふうにいつも思っています。もう一つは 計画作りをする上で、まあ、特に不確実やリスクとかを考えるためですね、において、そこまでたどり着いて何か分かったことはありますかっていうところですね。あの計画を最初にした当時は全く気がついてなかった、見えてなかったんだけど、えー、と状況が変わった、今いる現在地が変わったことによって何か分かったことはありますかっていうところをあの頑張って引き,引き出したいなと思います。例えば、上手に引き出した結果、 あの下のように、まあ昨日は予定していた API の設計がまあ終わって、具体的には YAML ファイルまで作ったよみたいな。ってなると、あじゃあ設計の走行が終わってんだから、じゃあまず必要だったらまあレビューがあるとか、あるいはじゃあ実装に入れるね、じゃあインターフェースまでちょっと作れそうだねとか、そういったことが言えるはずです。まあ、同じように、今度は逆に現在じはちょっと分かんないけれども、あの改装が進,進んでますみたいな。 だけど、まあ、やっていく中で、進んでいく中で、たどり着いた地点で、なんか気がついたことがありました。実装する中で気になる点が見えてきましたっていうことがあればあ、それでどれくらいのリスクなんだろうかっていうのも判別がつきそうです。例えば、まあ、あとは、まああの、ほとんどかぶってるんですけど、仕様とか実装がどんどん複雑になってきていて、なんかもともと考えてた結合テストがあの、これめっちゃありそうですねみたいなのとかも、まあ、もらえると嬉しいですね。だから あの結合テスト大変そうなんだけど頑張りますみたいな話よりかはやっぱりもう実際にこういう、えー、ことが分かりましたとかっていうのが見えてくると嬉しいなという感じです。というわけで、そのね、さっきスライミスったスライドの、えー、と2つも含めて、えー、と言ってしまうと、上4つと、あと,ここ、えー、と最後のこれ2つですね、えー、と進捗を把握するのはやっぱ難しいんだっていうところと、難しいからこそ あのこれまでどこにいて、今どこにいるのかというところ、そして、た、え、ど、ー、り着いて分かったことは何かということをあの把握しましょうというところが、あの今回のセッションの、えー、テーマになります。はい。ここまでが、あのまず自分が、えー、とこのセッションの中で、セッションを通して、えー、と伝えたいことになります。改めて、あの計画づくりという言葉とまと、あ、進捗という言葉について、 ちょっと一生懸命考えてみたことの発表になります。ぜひ進捗の重要性っていうのをんとなくでも覚えて書いてもらったらなというふうに思います。それでは、ちょっと具体的にですね、普段自分がどんなふうにして進捗を把握しようと取り組んでいるかっていう例を言ってみようと思っています。ぜひ皆さんももし これいいなとか、こういうふうに言ってみ見てるなとか、言ってみようかなとか誰はぜひディスコードに書いてみてくれるととても嬉しく思います。はい。まず一つ目は、私はですね、よく次にやることは何ですかとか、あるいはこの後は何をしますかっていうことをよく聞いています。えー、とちなみにあの、ここからのいくつかフレーズを出す,出すんですけどあの、どれも成功してるっていうよりかは、あのもう、もうなんとかこれらを うまく使って、一つでもあのなんかいい情報を得られたらって思って、めっちゃ使ってるって感じです。一発で決めるっていうよりかは、何発も打って、一発で渡ればいいっていうタイプのものですね。すいません。ちょっとお水のも,らもらいます。失礼しました。えっ、ー、と、まず一つ目が次にやることは、あとこの後は何をするかっていうものです。 であの、ここでは、次にやること何ですかって言ったら、まあ普通だと、あの、まあ続けますみたいなね、さっきの話も全然返ってくると思うんですけど、そこに負けずにですね、あの、ぜひ、あの、もうめちゃくちゃ具体的な、あの、なんか、あの、なんだろう、VS コードを立ち上げますぐらいの、もうそれぐらいでもいいので、できる限り具体的な次のコードを確認してあげるっていうのが一つポイントになるかと思ってます。で、これを、 上手に表現できるってことは、えー、と自然とあの今どこまで終わってるのかっていうのも明らかになったり、周りはまあるいは聞いてる側も当然わかるってことが多いです。まあ、先ほど言ったように、なんかインターフェイスのじゃあ実装に入りますとかっ言ったってことは、じゃあ、えー、とインターフェイスの設計が終わってんだなみたいなことですね。まあ、そんなことであの、できる限りその服を具体的にしてあげる。で 逆に具体的にどうしてもならないときっていうのは、まあ、何かトラブってることが多々あります。あの、今、引き続きこれを頑張りますとか、まあ、あるいはなんか問い合わせ対応とかですね、引き続きこれについて調査しますみたいな、調査が難航してるんで、難航してるので、今日も頑張ってやりますみたいなことがあったときって、意外とあの、なんか悩んではいるし困ってはいるんだけど、でも次何するかは決めてないみたいなパターンがよくあるので、そうするとそこはもう、 じゃあ次どうしようかみたいな話をめちゃくちゃして、めちゃくちゃすると、あここまでは分かっていて、調査もここまでは終わっていて、ってことは次、ここから始めて、これ始めたときに、じゃあ、こうやって今日中に終わるんだろうかとか、あるいはまあシンプルにあの解決するんだろうかみたいなの、ね、とかをあの結構考えられるかなと思っています。個人的にはあのこのフレーズがもうダントツでナンバーワンというか、 もうとにかく困っ,困ったでは困ってなくてもですね、<laughs> あの、次な何しますかっていうのはよく言ったりします。はい。もう一つが、えっと、ほにゃらら時点でどんな状態を目指しますかっていうものです。えっと、例えば、えっと、まあ、来週時点でどうしますかとか、あるいは今月末どうしますかみたいな感じですね。そんなふうに。 あと聞いたりとかみんなで考えたりすることが多いです。あの、なんとなく例えば3ヶ月後にリリースを控えてるみたいなのはよくあるんですけどあの、意外とあの、そこに向けて、じゃあ1ヶ月後にはここまで終わってて、2ヶ月後はこんな状態になっててみたいなものって意外とあの、作ってないかったりすることが、あの、まあまああるかなと思います。あの いわゆる簡単なスケジュール表っていうんですかね。としては、ただあの、ここで開発が終わってテストをしてとかっていうのはあるかと思うんですけど、できる限りそれもまあ具体的だったりとか、あるいはチームのメンバーが想像できるようなあのものを考えてみるととってもいいかと思います。この時、じゃあ、なんとかの状態になっているといいねとかっていう時に、あの、さそこでさえにすかさず、その、なんとかの状態になっているっていうのは、具体的にじゃあ何が完了してたら、何が出来上がっていれば。 どんなアウトプットが出ていれば、それってその状態だってこう判別できますかねみたいなこともやっておくとあの、とても良いかと思います。で、例えばこの1ヶ月先とか2ヶ月、2週間先ってどういう状態にしましょうかねみたいなことを考えたときに、まあ全然わかんないっていうのも全然よくあると思うんですよね。あんまし想像できてませんみたいな、イメージつかないですみたいな。で、これも結構重要な情報だと思ってまして、 えと例えば2週間先が分かんないってことは多分、まあ、相当なんだ。この計画としてはよく分かってない。本当に分かってなくて、まあ、その分かってない状態で OK だったら、まあ、じゃあその今週はじゃあ分かってないなりにいろいろ、いろんなところやってみましょうでもいいのかもしれないし、それがまずければ、ちょっと一回自分、えー、チームなり組織なりでこうう向き直りをしたりとかっていうこともあの必要だなっていう、だからそういったあのこうシグナルにもなるかなって思っています。 次、えーと、三つ目です。三つ目も、これ結構好きなんですけど、時々使うやつですね。あの、明日何とかしてって言ったら大丈夫ですかみたいなことをよく言ったりします。これも、まあ、まあ、む無茶ですよ、ね <laughs> で。あのそんなつもりなく言ってるんですけど、あの結構好きなフレーズです。あの、時折で、あの、 まあよくある質問の仕方で、例えばこのタスクとかこのプロジェクト、を今何パーセントぐらい終わってますかっていうふうにあの聞くこともよくあるかと思います。あの100%中、まあ、7割ぐらいが終わってますねとか、8割ぐらい終わってますねみたいなことはよく言われると思うんですね。で、あの個人的にはあの、この質、その今の何っていう質問よりこっちの方が好きだなって思ってます。というのは、あの例えば90%終わってますって言われて、 るんですけど実際はその残り10%が実はめちゃくちゃ重要で、その10%が全然終わんないっていうのはね、本当にあのもうエンジニアあるあるだとあの確信してます、はい。あの、なんだ、えー、と、まあ先ほど言えばなんか、こう池袋から新宿まで来て、新宿から原宿まで来て、なんで、もうね、9割方終わってますってなってるんだけど、でも実際、原宿から渋谷までの間、 間でで今人身事故が起きてるので歩かないといいとけけませんみたいなながあり,ありえるわけですよねなので、なんかそういうようにあの、実際の進捗率みたいな、あのまあ、特に、まあ、架空の進捗率を喋るよりかはあの、この質問を投げかけてみることが多いです。これ投げ,か投げかけるとどうなるかっていうと、例えば、なんか大体実装が終わってますみたいな、そういった状態ですね。そういった時に、なんかじゃああしたリリースで,できますかねみたいな。 ことを聞いてしまうと、あのもう奇跡的にいや別にいいんじゃないっていうことも返ってくるし、あのあのいや別にリリースはできないよって。それはあの実装は終わったつもりだけど、でも、例えばあの、まだテストはやってないし、あとリファクタリングも必要だと思ってるんだよねみたいなことはやっぱ返されることがよくあるんですよね。ってなると、じゃあ、えー、っと、なんだ、例えば、 あのその,そのまあチームのメンバーとか、あるいはあのステークホルダーの中には実装が大体終わったっていうところで、あじゃあもうすぐ、あとはリリースだけだって思ってる人もいるけど、実際の多分作業者はいや別にそういうわけじゃないっていうふうに思ってたりもするわけで、そこのなんか進捗のちょっとずれとか、お互いが考えている進捗の、えー、と状態とか、あるいはその完了条件っていうんですかね、そういったもののまあずれとかはしっかり。 あの見れるあの質問だなっていうふうにあの思ってますあのじ。自分を振り返っても、やっぱなんか、大体終わってるんだけど、終わったわけじゃないみたいなのって本当によくあるんですよね。なんであの、その終わったんだけど終わってませんっていうのを深掘りするのに結構好きな質問だなっていうふうに思ってます。はい。次ですね。はい。 次は大変だったことありますかっていうのもよく聞いたりします。これは振り返りの文脈が結構多いですね。はい。えっ、ー、と、まあ、先ほどので言うと、たどり着いて分かったことはありますかっていうことをちょっとあの、えーまあ、言い換えてるっていうようなところになります。えっ、ー、と、大体聞くと、まあ、ありませんでしたねっていうのも、あの全然あると思うんですけど、まあ、時折、なんかこの作業が時間かかったなとか、 あとはよく言われるのは、これがめんどくさかったっていうのはよくあると思うんですよね。あのテストは終わったんだけど、テストデータが全然なくて、なんかもうゼロから作らないといけなかったとか、そこはめんどくさかったっすね、みたいなとか。あるいはあの、本当はこうしたかったんだけど、ちょっとそれが無理だった。まあ、例えば、あとまあちょっとライブラリのバージョンが古かったとかね、まあ、そういったこともあって、なんでこういうふうにしましたとか。 これ聞いておくと、あの、その場ですぐに何かいけるものではないんですけど、あの、結構いい効果を生むときはあるかなというふうにあの思ってます。で、このうち特にその再現層だなって思ってるもの、これは結構根,根深いっていうかあの、よく頻発するなみたいな、これ解決しとくとみんな嬉しいなって思うものとかは、あの、チーム組織であの潰せたらいいなというふうにあの思ってます。はい。 えと最後ですね。これちょっとみんな、皆さんのフレーズをちょっとふ、あの、拾う時間がな,なくなってた方がいいですね。<laughs> 失礼しました。えー、最後です。えっ、ー、と、どうでもいいけど話しておきたいことはありますかというものです。これ、個人的には、あの、時々使うんですけど、時々使うと、あの、大体、あの、ものすごいことになる。あの、なんだろう、悪魔のフレーズじゃないんですけど、 <laughs> 結構すあの好きなフレーズの一つです。はい、あのこれ聞くと、あのふ普通だとあの特になんも出ないんですけど、あのなるべくあの状況を整えておいてあの、本当にどうでもいいけど話したいことがあるときにはは、話したいことがあるっていう人が話せるような状況に頑張ってしておくと、あの結構いろんなもことをもらえます。 例えば、あの、普段の出入りとか、普段のミーティングとかで、こう、形式ばってやっていって、最後、最後の、形式、形式的な質問として、なんか、最後に皆さん話したいことありますか最後に皆さんなんか、言いたいことありますかって聞くのは、あの、全然あの、あの、普通で、普通なんですけど、それだとあんま出てこなくて、なんか、なんていうのこな、これ、これであのセッションしながらめちゃくちゃ難しいんですけど、<laughs> あの、あの、 こうなんかなんとなくこう、ミーティングとか、まあ相談とかグルーブに乗ってきて、あの、本当にみんながこう、普通に喋れ、喋れ、喋れてるなっていう時に、パッと投げかけると、意外といろいろ出てきますっていう感じがします。特に、えっ、ー、と、えー、特に多いのは、あの、まあ入社、まあ、あの、会社に属してからまだ時期が短い方とか、あるいは逆にベテランの方ですね、の方から、あの、いろんなのが出てくるっていうふうに思ってます。で、 なんかよくあるのは、なんか、どうでもいいんだけど、あの、なんか、ステージングのテストが、これこれずっとこけてるよとか、<laughs> あの、なんか、なんだろう。どうでもいいんだけど、あの、これは、あの、えっ、ー、と、実際に、実際に聞き,聞きしたものじゃないんですけど、どうでもいいんだけど、例えば、なんかあの、パスワード平文で保存されてるよ、みたいなね、ってことは言われて、お、そっかそっか、みたいな。 いうことがよくある。やっぱりよくはないですね <laughs> あの。あったりするかと思います。はい。で、個人的には、この、あの、どうでもいい情報というのはあの、自分ではコントロールできないものだっていうふうにあの、自分では理解しています。あの、本当にどうでもいい。なんか、今日、今日カレー食べるみたいな、そういった情報は絶対出てこなくて、あくまで、あの、気にはなってるんだけど、別に俺が解決できるはしないっていう、なんか、そういうふうに捉えてるものなのかなっていうふうに、あの、思っています。 なので、これ拾い上げ、あの、これ拾えると、あの、まあ、チームの中では当然解決できないことがたくさん出てくるので、結構、あの、まあ、組織全体にこう、まあ、投げかけてみたりとか、まあ、あのもっといろんな人を巻き込んでみたりとか、っていうするのがきっかけの質問になるかな、っていうふうに、あの、思っております。はい。ごめんなさい。ちょっと、皆さんのフレーズもちょっと拾ってみたいかと思うんですが、あの、ぜひ、あの、よろしければ、あの、ディスコードをたくさん書いていただければとても、 あの嬉しいです。はい。ちょっと時間も差し迫ってまいりましたが、あの最後にちょっとあのコメントをきさせてください。ご清聴ありがとうございました。ということで、あの改めてあの感想や疑問とか何,何でもあればあの、お好きに書いていただければと思います。あとあの、キーらも書いてますので、もしよろしければいる、この後も頑張って書き続けますので、あの励みになるので、フォローいただければと思います。 あとあの、自社採用で、今回、あの、特に公式発表ではないんですが、あの、うん、自社採用で、あの、ミーティーとかも、個人的なエー、え、え、え、オープンにしてますので、もしよろしければ、あの、そちらも見てもらえればなと思います。はい。というわけで、あの、ちょっと長い時間をお好きいただきありがとうございます。あの、ぜひ、あの、進捗の面白さとかに、あの、気づいていただければなと思いました。どうもご清聴、改めてありがとうございました。はい、以上になります。 ありがとうございました。あ、パチパチが入ってますね。はいあ。ありがとうございます。じゃあ、画面共有は閉じますね。いしょ。いや <laughs> お疲れ様でした。ありがとうございました。45分はなかなか私も緊張する時間でしたが <laughs> あの、とても貴重な時間いただいて、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。